いきます。ヤホイポスです。そして高瀬です。はい、ということでですね、はい、本日は我々ホタルを撮影しに来ました。やった、ついに来ました、来ましたからいがっはい、ということでですね、うん、今期初ホタル撮影ということで、はい、まあ今ですね、あのホタルがいそうな場所にね、うん、来ているんですが、うん、今からね、もうとかすでに結構もうとか夜になっちゃってて、うん、あのロケハンっていうのはあんまりできないんですけど、うん、まあおそらくホタルがいるだろうというところに来ておりまして、うん、今からですね、まあちょっとプラプラ暗闇の中プラプラしながら、はい、撮る場所を決めてですね、うん、ホタル撮影の方していきたいなというふうに思いますと、はい、そんな感じで、うん、じゃあもう早速ですか、うん、行きましょうか。そうか。でもな、ホタルいる場所って、うん、いつも悩むんですけど、光を出せないんで、ね、動画撮れないんですよね、うん、あのなのでちょっとどうにかしてなんとかね動画も作りたいなと思うんですけど、とりあえず撮影優先ということで、はい、あの写真の方撮っていきたいなと思います、はい、行きましょう。じゃあレッツ撮影。撮影はい、ということでですね、はい、今これなんかちょっと電灯があって、うん、その下で写真じゃないや、その下で動画撮ってるんですけど、はい、これ今バックは分かるかな、これもうすでに後ろホタル飛んでるんですよね、うん、あのここに川が流れてて、まあ、めっちゃこれ電灯強いんであんま良くないんでしょうけどホタルにはでもここすごいホタル飛んでて、うん、でもうちょっとねこう向こうの方に行けば、あのもっとホタルが飛んでるとこ見つけたんで、うん、ちょっとそっちの方に行ってですね、レンジホタルちゃん、今日撮っていこうかなと思います。でかなり量がもう多いんで、うん、まあまあサクッと撮って、まあね、ホタル一発目ということで、うん、とりあえずホタルの写真撮っていこうかなというふうに思います。じゃあ頑張っていきましょう。で、たかしくんは、うん、何ミリそれは。これ70、180ミリですね、タムロンさんの新キャラということで、ちょっとタムロンさんから70、180を今、たかしがお借りしてるので、はい、これを使って撮るみたいです、うん、僕は、ニコンさんからお借りしてる2470使って自分のレンズ使えよ、もう間違いない俺たちどっちも自分のレンズ使ってへんねまあいいや、2470の Z を使って撮っていこうと思います、はい、ということでじゃあ行きましょうか、うん、レッツ撮影。はい、ということでですね、これちょっと今伝わるか分かんないんですけど、画面でねこうキラキラと光っているのが見えますでしょうか。これがですね、あのホタルで、かなりねたくさんのホタルがね今日いるみたいで、僕たちも肉眼ではその景色っていうのはほとんど見えてないんですけど、ホタルの明かりだけが見えているっていう状況でですね、まあ、とりあえずですねここで、長時間録音をして、ホタルの写真撮っていこうかなと思います。でですね、ピントのね合わせ方なんですけど、向こうの方にねこの街灯、こんな風に街灯があるんですね。そう、あの街灯にピントを合わせてからマニュアルフォーカスに切り替えて撮るっていうやり方をしています。ガチめっちゃ乱舞してない？めっちゃ乱舞してるな、ほら、乱感。はい、ということでですね、撮り終えてきました。ちょっといろいろあって僕は絶対に広角の方がいいと思って2470で行ったんですよ。はい、高橋はなんか知らんけど70、180で行ったんですよ、うん、はい、結果的に、うん、撮れた写真、はい、ご覧ください。やばないっすか。うん、やばいっす。高橋の写真すごくないっすか。今ちょうどね、うん、僕たちの後ろの方に、うん、ちょっといたところに橋があるんですね。はい、そこの橋で撮ってて、うん、僕はその橋の上から撮ってたんですよ。うん、橋の上から山の方に向けて、源氏ボタル撮るっていうスタイルしてて、うん、で、たかしは逆にちょっとその横の方から橋とボタルを撮るっていうスタイルで、うん、お互いちょっと離れながら、はい、黙々と30分ほど撮ってたんですけど、うん、なんか黙ってる間になんかめちゃめちゃいい写真を無言で撮ってて、ね、これは来たね。出版入ってますやん、ボタル。目の前通りましたわ。いや、これは、参りました。うん、すいません、なんかすいません、ほんまにで、なんか、うん、うまいっすね、マジすいません、参考にします、本当にそんな感じで、うん、本当にね、ホタル撮影するとき、うん、撮りたいんですけど、うん、やっぱりね、ホタルちゃんのこと考えるとあんまり照らせないですし、うん、とかあんまりというか、まあ、照らせないですし、うん、
あの携帯とかもねやっぱ光に敏感なんで、うん、あのあんまりねそう暗いとこだとね、うん、あのそういった風に動画っていうのをうまく撮れなくてちょっとトークベースになってるんですけど、うん、それはちょっとご了承くださいませ、はい、であの設定に関してね今日ちょっと言ってなかったと思うんで、うん、それぞれちょっと設定についてお話したいと思います、うん、僕はあの一発撮りで撮ってたんですよもうその比較目合成の前提とかじゃなくて、うん、一発撮りホタルいっぱいおったからさ、うんいたね、そう一発撮りの前提で撮ってて、うん、で僕は、感度3200の、うん F 値 2.8 開放の、うんでシャッタースピードが30秒っていう設定で撮ってて、まあ、シンプルにシャッタースピード30秒くらいにして合わせたっていう感じ、うん、なんか1分とかでも良かったんですけど、うん、ちょっとホタルの奇跡多すぎるかなと思ったんで、うん、30秒に設定してあとは合わせていったっていう感じで、まあ、ピントの合わせ方はねあのさっきも言ったと思うんですけど、うん、あの街灯とかにちょいちょいあるんです、うん、それにはここら辺は街灯があるからね、うん、本当にピントは合わせやすい、うん、そうそう本当にそうで、うん、街灯がまあホタルにとっては良くないんでしょうけど、うん、街灯があるおかげでですね僕たちもピント合わせられてるんで、うん、これいいかなっていう、はい、で高橋君どんな設定を撮ったんですか。僕は値打ちは5ちょっと絞ってます。そうなんや。そう一応まあちょっと中望遠なんで ある程度ピントを合わせたいなと。ああそういうことね。多分 2.8 だと結構ボケるので。しかもまあまあ距離近かったですね、うん、そうそうそう、うん、だ一応最低限5まで絞って、うん、でシャッタースピードは30秒で、うん、ISO は5000。うんなるほどね、はい、結構上げました。そうですね F 絞ってるとねやっぱり感度ちょっとそこまで上げないとなっていう感じでもねバッチリいい写真撮れてて、うんなんかあれやもんね下の方にこうリフレクションとかが。そうそうちょうどね緑のリフレクションとそのホタルのね黄色い光の対比、うん、そう本当に、うん、そういうのもあってなかなかめっちゃ良かったんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、そんな感じですね。多分今日の動画短いかつもうほぼトーク動画みたいな感じになってると思うんですけど、うん、あのまあちょっとホタル撮影はねやっぱちょっと明るい時間から来れればね、まあまあまあ、状況を説明できるんですけど、うん、ちょ今回夜からだったということで、はい、今日はこんな感じで動画終わろうと思います、うん、ということでですね皆様、まあ、これからホタルの時期続くと思うんですけど、うんうん、ホタルのことを気遣ってあげながらですね写真撮っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います、はい、ということでですね今日の動画こんな感じで終わろうと思います。うんうん、はいということで、まあ、いい写真撮れたということで、ねうん、短かったけどそう、ね、でよかったね、うん、はいということで、皆様本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、少しも良かったら参考になったなと思っていただければぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。車にホタル止まってんけど、ほんまやすごいなあれ、うん、あれエグいやん。あれやばいな。ウインカーみたいな。ウインカーみたいなくそ遅いウインカーみたいな光らんかった。あ、お前、そんな言うからやろ。ごめんな、マジで。はい、お疲れ。